はい、ここからは宇宙の都市活ラブ&ピース同じ空の下から EM がつなぐ環境浄化のコーナーです。見返りを求めないボランティアが世の中を変える NPO 法人地球環境共生ネットワーク、通称 U ネット、ナチュラルフーズショップ新鮮、株式会社 EM 生活、 EM ウェルネスリゾート、ホテル&スパ、コスタビスタ沖縄のご協力でお伝えいたします。このコーナーは EM を活用して私たちがすぐできる環境改善を紹介してまいります。まず EM の説明です。EM は安全で有用な微生物を集めた共生体で、1982年に沖縄で生まれました。EM には食品の発酵に用いられる乳酸菌や酵母、太陽の光を利用する光合成細菌などが含まれており、自然に優しい農業や汚れた環境の浄化などに用いられています。また全国各地で EM を使った川や海の浄化活動が実践されていて、貝や水草、小魚などが増え、生物豊かな環境が回復した事例が多数見られます。はい、かかってた曲はハッピークリスマス、ワイズオーバー、ジョン・レノンでした。はい、ね、リクエストにお答えできてよかった。うん、はい、三重県から電話がつながってますね。自然農法科学技術研究所、自然農法指導士、中野園芸代表の中野秀明さんです。こんにちは。こんにちは。こんにちは。あ、こんにちは。はい、今日もよろしくお願いいたします。はい、はい、1ヶ月ぶりのこんにちはです。よろしくお願いします。はい、はい、今日は、はい、あの EM がですね、農薬を分解するということがですね、あの当研究所の平成10年に、はい、発表しております。はい、ま、あの EM 開発者の比嘉先生によればですね、あ、そんなの分かってるよって言われると思うんですが、まあ、当然だろうってことですよね。はい、はい、ま、あの実はあの農薬の、使用と言いますか、30年前まではですね、まあ、当時、まあ、使い方も、まあ、農薬取締法今のように厳しくなくて、この農作物にはこれというふうにですね、まあ、注意書き書いてあるわけですけども、まあ、本当に厳しくなくてですね、分析等もですね、曖昧で、あの今のように厳しくなかったということで、私の知り合いで、あのこんな方がいました。あのお店でキャベツをですね、購入するのにいろいろあのくるくる回してですね、確かめてたところですね、水滴がその革靴の上に落ちましてね、で翌日、まあ、白く変色してしまったと。長靴がですか？革靴ね。あ、革靴。うん、まあ、スーパーなんかで買ってですね、あの今みたいにラッピングしてない頃ですね、でどうもそれをあの分析しましたところね、どうもこれは農薬だぞということで、まあ、前日にかけたんでしょうね。出荷する前にかけたりもするんですかね。まあ、今でも前日まで農薬を、はい、あの散布できるものもありますけども。あ、そうなんですか。やっぱり変色するまでですね、あの濃い濃度のものをですね、かけてったんじゃないかというふうに。変色防止のためのいや農薬によって、じゃあ軟物が変色するまで、あの農薬によって、まあ、あの強い酸性ですのでね、まあ、その軟物が色を変わってしまったと。まあ、なるほどね。こういう出来事がありまして、あの、まあ、農薬っていうのはですね、その頃は農家の方もですね、まあ、いい加減であったということなんですよ。今はそういう規制というのは かなり厳しいものになってるんですか？まあ、あのこれきあの厳しくして、はい、もし検出された場合は、あの出荷停止処分がされております。まあ、私のところではそんなあの違う世界のことなので、これまで私の話を聞いていただいて、あのぜひその健康なですね、野菜を作りたいという方が、あのチャレンジしてですね、あの、まあ、うまくいってらっしゃる方に見えますけども、まだまだそのキャベツでも低いになってですね、まあ、売り物ならんという話をあのただ聞きます。でこれを EM を、まあ、あのジャブジャブ使いますとですね、うちが良くなれば、あの虫食いもなくですね、美味しい甘い今あの世間的に言うと割とこう無農薬というか、あのそういうナチュラル思考っていうんですかね、そういったものが結構強いと思うんですけど、やっぱりそういう農家の方も増えてはいるんでしょうかね。増えてはいますね。そうですか。あの一つのきっかけ、私のように腎臓が悪くて、健康にいいものっていうことですね、あの志して有機農法に変わっていく方が見えますけども。そうですか。でもやっぱりですね、自然にあの他といてもですね、
その農薬っていうのは分解はされてきますけど、あの有機ギャス認定法っていうのがあるんですが、この野菜を有機栽培ですよっていうあの認定期間ではですね、3年以上経過しないと認められないんですね、はいうん、あ、そうなんだ、まあ、それは3年あれば、あの農薬がまあ分解されて、体に影響ないものであるということで、有機農産物というふうに、提示できるんですよね。おでも3年で完全に消えるんですか？消えませんね。消えません。そうなんですか。やっぱり時間がかかりますよね。その証拠に、あの残留農薬が残っている証拠にですね、まあ、あの土が酸性でですね、臭い状態で作物を作ってもまだまだ虫に食われるという、あの現実を見てですね、断念される農家の方は多いです。結構あの皆さん勘違いされてる方多いと思うんですけれども、よくあの無農薬のお野菜とかは虫がつくって、それは美味しいから虫が食べるんだっていう、そういうようなこうね、思う方もいると思うんですけど、それはどうなんですか？これはですね、比嘉先生もおっしゃってみますけども、やっぱりそれがですね、人間の口に入るというのは、あの良くないから、まあ、害虫というものが発生して食べちゃうんだと。ああ、害虫ね。で、まあ、実際にもあのそういう、まあ、腐敗物質などを吸収された、あの作物は、害虫がつきやすいです。やっぱりそうなの。じゃあ健康な野菜、まあ、EM で作られた健康な野菜っていうのは虫がつかない。つかないですね。ついても、キャベツなんかは外の葉だけ食べて、真ん中の人間が食べるところは、あの食べないですね。そうなんですね。虫も分かってんのかな。あのお送りしたあのスライドはですね、すごい綺麗なお野菜ですよね。カリフラワーですよね、これ白いのは。からキャベツなんですが、キャベツと綺麗ですもんね。まあ、締まり良くてですね、まあ、食べても美味しいですわ。まあ、この焼きにしてもですね。あ、いいですね。これもう一つはさつまいもですかね。はい、さつまいも。これはですね、あの EM でですね、しっかりと土ごと発酵させた、あの土で、育てたさつまいもなんですが、ものすごく大きなのがですね、さなりしてますね。なんか均等ですね、形が。はい。形がなんかみんなこう均等な感じがするんです。大きい小さいとかちょっと曲がってたりじゃなくて、みんななんかこう、綺麗な形になってる。その方私指導させていただいて、1年目なんですよ。でも1年目でもかなり成果出たってことですね。そういうことですね。EM ですと、もう早く効果が出ます。この写真をやっぱりね、見ていただきたいね。ね。あの YouTube に上げますね。私の今日言いたいことは、まあ、3年以上かかって、まあ、有機農産物という認定されてますけども、EM を使えば3年かからないということですね。で、早くもう健康な土になって、健康な野菜がいただけるという。まず土作りだからって最初おっしゃってましたもんね。そうですね。大体どのぐらいで EM を使うと3年かからないで、どのぐらいでこういい土ができるようになるんですか？まず基準はですね、あの EM の原液を培養しましてね、二次培養までしまして、まあ、最低あの1000平方メートル、まあ、あのもっと具体的に言いますと、1平方メートルに1リットル、1平方メートルに1リットル、1リットル、まあ、これをですね、あの種まいてから育つまでに、あの何回か分けてですね、やっていただければ。1リットルを何回かに分けてあのまくということですね。まあ、家庭菜園ではね、そのぐらい具体的になりますけども、例えば1000平方メートルとかですね、いったら、あの1本いりますのでね。そうですよね。それはあれなんですかね、毎回っていうか、どのぐらいに1回まけばいいんですかね。もうこれはあの、自分の体が空いてるときに、あの通路にまいたり、植わってる作物の周りにまいたりですね、あの常にあのタンクに用意しといてですね、あの培養したあの EM を、それをかけるようにすればですね、どんどん土は、あの良くなってきます。そういうのってのは家庭菜園というか、あのよくあの屋上なんかでやられてる方もいますよね。そういうこと、あの方にも有効ですよね。もうぜひやってください。
そういう場合は土は要するに園芸の、園芸のお店行って買ってきた土でよろしいんでしょうかね、はい、有機栽培用のですね、化学肥料の入ってないものをですね、それを使ってください。そういうのは別でまた置いてあるんですね、じゃあ。売っておりますね。あ、そうですか。はい、ありました、うん。ありがとうございます。はい、今日どうも。ねえ、中野さん、ありがとうございました。今年最後ですけれども、ね、また、また来年もね。ねえ、1月よろしくお願いします。はい。はい。よろしくお願いします。それでは、良いお年を。メリークリスマスと良いお年を。はい、ありがとうございました。はい、失礼いたします。はい。自然農法指導士の中野秀明さんでした。ありがとうございました。さて、今月のプレゼント。まだ来週まで OK ですからね。うん、琉球 EM 泡盛総会。43度720リットル1名様です。ファックスですと044-711-1400 です。e メールですと kst@kawasakifm.co.jp すべて小文字です。おはがき間に合いますね。郵便番号211-8566川崎 FM で OK です。内海利勝ラブ&ピース EM の泡盛プレゼント係まで住所、氏名、電話番号をお忘れなくです。それでは次のコーナーに行きます。はい。はい